はい、政治家 YouTuber が、まあ最後だな、まだ言えるな、国会 YouTuber が NHK をでかわす。令和元年10月の9日21時48分です。まあ正確に言うとね、明日の10月10日朝、まあ8時半に、立候補の届け出をした段階で全国会議員 YouTuber になりますが、いよいよ明日選挙がスタートしますが、ちなみにね、朝の11時に浦和駅西口なんですけども、みんなの党の代表のですね、渡辺芳美参議院議員、そして NHK から国民を守る党の副代表の丸山穂高副党首、そして幹事長の上杉隆がですね、私含めて4人、応援弁士というかマイクを持って、マイクロバスの上で喋りますので、ぜひね、渡辺芳美先生、そして、丸山穂高、そして上杉隆、立花隆、ちょっと話を聞いてみたいな、多分写真撮影も私はやりますので、握手したり写真撮影をしたりっていう方は、明日10月10日11時ですね、埼玉県の浦和駅西口の方に、まあ、10時から大野さんでは失礼しました、上田候補ですね、71歳の上田さんが10時から代出されていて、その後1時間後11時に私が代出をするという順番でありますが、ぜひね、もう1対1のガチの選挙ですから、敵陣営にですね、上田陣営に、おおすげえな、立花隆陣営というですね、うわーと思う相手陣営がね、焦るようなぐらいの人がお越しいただければ幸いだと思っております。でですね、今回はですね、まあちょっとのメディアというか既得権益って何なんだっていうことで、まあうちの幹事長の上杉隆幹事長がいろいろと、まあ解説してくれてるんですが、僕の方も、まあ、ざっくり分かりやすく解説していきたいと思うんですが、まずね、既得権益の説明する前にこうか、政治家の情報の発信、これまあメディアとも言いますしマスコミとも言いますね、どっちも正しいっていうか、まあオールドメディアっていう言い方もありますけども、要は政治家というのはこれまではマスコミ、メディアを通じてしか国民にアプローチできなかった。まあもちろん選挙は政治活動で自分でチラシを作ったりポスターを作ってですね、政治家が直接国民に訴える手段はなかったとは言いません、今もないとは言いませんが、もうそのほとんどが、特に国政選挙の場合はこれ国会議員を選ぶね、何百万票と勝つためには少なくとも何十万票ですね、100万票以上の票がまあ必要になってくると、こういう選挙はマスコミ、いわゆるメディアがどう政治家のことを伝えるのか、国民に伝えるのかによって勝敗が決まると言われていて、3年前の小池百合子さんが東京都知事選挙に立候補した時に、あの時はマスコミは小池さんがなんか素晴らしいみたいな、自民党の悪いおじさんたちを潰してくれるんだみたいな、雰囲気を出しましたよね。で小池さんが当選した後、都知事になった後も、都民ファーストの会というのがですね、もうマスコミがどんどんまあいいように報道したために、都民ファーストの会が東京都で落選したのはもう一人しかいなかったですよね。都議会議員選挙で圧勝したわけですよね。小池百合子さん、もっとたくさん候補者出してればよかったと、まあ、言ってましたけども、あそこまでは小池百合子さんに対しての追い風をビュンビュンマスコミが吹かしたんですね。ところが、マスコミ、いわゆるテレビはですね、小池百合子さんの悪口を言った方が視聴率が上がるということで、今度小池さんの悪口言いました、排除しますっていう言葉を使ってね、そうすると小池さんのところに逆風が吹いて、国民は小池さんのところに、まあ、希望の党とか都民ファーストに票を入れなくなったと。まあこれぐらいですね、このマスコミというのは、このメディア、マスコミとも言いますが、非常に強大な権力を持っています。で政治家はマスコミを通じて国民に情報を発信するために、ここが曲げて伝えると、いくらプラスの情報を出してもマスコミがマイナスに変化してしまうわけですね。でこれからの政治家、いわゆる僕が目指している政治家というのは、ここを通さない、直接政治家が国民にアプローチする、
これがインターネットであり、特に一番強いのが YouTube なわけですね。4つ目、というこれはこういうわけですよ。で、今のその大体の僕の感覚なんですけども、まだ選挙に行く人の 80% ぐらいはこのマスコミの情報を鵜呑みにして投票に行く人が多いと思います。で、残りの 20% ぐらい、これ何の根拠もないですけど、大体 20% ぐらいは政治家の発信を YouTube などの発信を見て、まあ、あとインターネット上の情報を見て投票に行く人なんじゃないかなと思ってます。っていうのは、大体 20% ぐらいがこっちの情報に頼りに行ってくれれば、うちの動画、まあ、ざっくり 2% を取ったわけですから、インターネットで僕の活動、 NHK から国民を守る党の活動を見ていただいている人の、まあ、10分の1ぐらいが NHK から国民を守る党に投票していただいたと考えれば、まあ、大体数字合ってくるのかなと思うんですけども、ここの数字がどん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 と逆転していって、テレビを見て、まあ、あるいはその新聞欄でもそうですけども、80がこれが70になり、こっちが30になり、もちろんこれがどんどん変わっていきます。これはもう自然に変わっていきます。時間の経過とともに、テレビを見る人、新聞を見る人が減ってきて、 YouTube などで、いわゆるインターネットで政治家の情報を知る人がこれから確実に増えていきます。したがって緩やかに変わっていくんですね。爆発的にドーンと変わることはないんですね。ゆっくりゆっくりと、その政治家のことはテレビや新聞で情報を得るんじゃなくて、国民の皆さんは直接政治家にアクセスする。その政治家のホームページを見たり、政治家のツイッターを見たり、まあ、特に YouTube を発信している政治家が今ある意味注目をされているんですが、逆に YouTube で発信をしていない政治家なんかには投票をしないというような人が出てきたら、もうこのテレビなんての終わり、まあ、そういう時代がそんな遠くなく来ます。自信がないから政治家 YouTube で国民に訴えないんですけどね。僕のように自信があれば YouTube を使って国民に政策や公約をですね、伝えることができるわけですよ。まあそういう今流れなんです。要は政治家の情報が一旦マスコミに入って国民に行くのか、政治家の情報が直接国民に行くのか、これがどんどん80から80対2、8対2が7対3、6対4、5対5、逆に4対6、こういうどんどん時間の経過とともに変わっていくんですよ、ということを皆さんに今お伝えをしています。で、今回のテーマは既得権益です。既得権益って何ですかっていうと、いわゆるメディア、これそのものが既得権益です。政治家もそうなんですが、政治家の中でも、いわゆるこれまでにあった既成政党ですね、すでにあった政党です。もう今回の明日の補欠選挙なんかもっと分かりやすいですよね。自民党、公明党、そして、立憲民主党、国民民主党、社民党、そして維新の会、あとは共産党ですか。こういうところがですね、もう、まあ、令和維新戦組もそうですけど、一人の候補者を応援してるというか、もう本当にありえないことが起こってるんですが、これまで政治家をしてたくさんお金を儲けてきた国会議員の人とか市議会議員、これまさに既得権益ですね。で、警察も既得権益です。警察、まあ取り調べ、まあ何だろうな、ないでしょ。警察が2つあったりしないんで、もう警察権力がむちゃくちゃ強いですよね。もちろん公務員、警察官を含む公務員も既得権益だし、大企業もそうですよね。もう大企業の CM がテレビで流れて、安心安全な何か食べ物だと思ってしまうんですよね。テレビの CM に出てこないようなメーカーのお菓子とか食料品って食べないでしょ。薬とかもそうだけど、こんな会社聞いたことないな、聞いたことない会社の薬とか食べ物食べたいと思います。まあ要は大企業ももちろん既得権益です。で、あと労働組合ね、組合っていうのは、でこういうものだけじゃなくて、PTA なんかも実は既得権益に近いものがあります。あと町内会とか自治会ね、ソフトボール の、 あの監督とかも、実は意外だと思われるかもしれませんが、
こういう人たちも既得権益なんですよ。だってソフトボールチームがグラウンド取ろうとすると、その市議会議員とかに頼んでグラウンド取りづらいのに日曜日グラウンド押さえてもらったりします。これまさに既得権益ですよ。町会の会費ね、市から町から税金でね、町内会費のいくらか補填してもらうとかっていうこともあります。だから町内会長なんかは政治家と結びついていて、それも既得権益ですね。 PTA なんかもそうですよ。もうこの PTA とか、まあ、あの幼稚園の何か、まあ、保護者団体というかな、とにかく人が集まると利益が発生するんです。まあこの辺は大したことないんですけど、やっぱり政治家とか特にマスコミで、既得権益同士がお互いを守り合うんですよ。この中でメディアを含めた既得権益同士が守り合うんですね。既得権益の反対語って何かって言ったら見つからないですね。で、僕はあえて反既得権益という言葉を作りました。反既得権益ではない人で、既得権益っていうのはだから大企業の社員さんとか中小企業の社員さんとかアルバイトとかパートと違いますよ。大企業ので働いているアルバイトとかもそうじゃないんですけども、既得権益ってのはすでに得た権益ですよね。もうとにかくろくに仕事もしなくてもたくさんお金がもらえる人とこう思ってください。そしてあるいはその家族もそうです。何もせずにたくさんお金をもらっている人たちの奥さんや家族も選挙の時には既得権益者の一部となって、まあうちの主人がいろいろと会あの市から業仕事をね発注してもらわなきゃいけないから、うちの家族は誰々候補に投票するんです。これも既得権益ですよ。とすると反既得権益者っていうのはそれ以外の人なんですけど、あんまり自分で気づいてないんですよ、既得権益者以外の人は。で、大体日本にどれぐらいこれご家族も入れてっていうと、既得権益者って大体 30% ぐらいだと僕は思ってます。これも数字的な根拠ありません。大体こんなもんでしょう。で、既得権益じゃない反既得権益者って 70% ぐらいいると思います。というのは支持する政党がありますかって言われたら、ほとんどの人が一番多いのがここでしょう。支持政党がないんですよ。で、支持政党がない人っていうのはまさに反既得権益者だと僕は思ってるんですけども、まあここも根拠がないんで、大体まあ少なくとも既得権益者よりも非既得権益者の方が多いっていうんですね。で、なぜそれがはっきり言えるかっていうと、労働組合とね組んだ途端に小池百合子さんのあれは失速しましたよね。だから労働組合なんてのも既得権益の代表格で、でその労働組合のことが嫌いな非既得権益者が多いっていうのは言えると思います。今何言うとしたのかな。あ、で、情報の流れとするとですね、どちらが正義なんじゃないんですよ。既得権益者だって別に悪いことしてるわけじゃないんですよ。安定した収入を得て安定した仕事をしようとしている人たちと、そこの枠に入れない人たちが争ってるだけなんです。で、テレビからの情報を見てると、自分が反既得権益者でないことを知らないので、テレビの情報を鵜呑みにして国民は選挙に行ってしまうんですよ。テレビが褒めている政治家に入れてしまうんですよね。でも実はそのテレビが褒めている政治家っていうのは自分にとってはマイナスの政策をする人たちだっていうことに、インターネット特に YouTube を使って知ることによって、この人たちはこっちに変わってくるんです。いわゆる非既得権益者は自分が自覚がないから、テレビやマスコミの情報を得て、あ、この人いい人だなと思って投票してしまうんです。ところがインターネットを見るようになると、ああ既得権益者ってむちゃくちゃ悪いことしてるんだなっていうか、俺たちと同じ仕事とかをしておいて給料は高いんだとか、悪いことしててもね捕まらないとか対して処分されないとかっていうのが気づいてくるんですよね。で、それで変わってくるっていうことです。なんていうのかな、これちょっと今僕自分で言おうとしたことが忘れてしまった。なんて言ったらいいのかな。ここの人たちはね、本当にメディアによってコントロールされてしまってるんで、このメディアからの情報からだけを得てる人をどんどん、このメディア以外のメディアを通していない政治家の生の声が通る人を増やしていけば、
今の腐れ切った日本が変わっていくと僕は思っています。正直者がバカをいない日本に変わっていくと思います。明日から始まる埼玉県の補欠選挙、もうまさにこの既得権益者たちがですね、もう俺の利益を守るためにね、今までの政治家を通そうっていう人たちと、いやいやそんなん知らなかった、知らなかった、そんな人たちに入れることによって自分たちの利益が奪われてたんだっていうことを知った人との争い、まあ戦いになるのかなと。だから明日の、まあ、結果は10月の27日が投票日ですから、その日の夜に分かるんですけども、一つの目安になると思います。そう言いたかったのはね、昨日の僕の辞職会見、東京テレビ東京さん以外のテレビ一切やってないですね。ひどいですよね。僕の書類送検なんてどうでもいいニュースね、そんなの書類送検は有罪か無罪か決まったわけじゃないのに、書類送検されたっつったらテレビ局がうわーってこの部屋に来てね、うわーっていっぱい映像撮ったのに、昨日のあの1時間5分に及ぶ記者会見はテレビ東京さんだけがやってくれますけど、その他のテレビ局はどうも一切と言っていいほど、まあちょこっと触れたぐらいですかね、全然報道しないですね。報道すると立花っていう人間が立候補することがバレてしまって投票率が上がってしまうから、それが嫌だと。ちなみに投票率が上がるとこの既得権益の人はテレビを見ようが見まいが選挙に行くんですよ。ところがテレビを見ることによって、ああ選挙やってるんだって知ってしまったとか、まあそれを知った反既得権益の人たちね、既得権益者じゃない人たちがどんどん選挙に行くことになる。行けば行くほど既得権益の候補者は不利になるわけですね。だからメディアは僕が辞職をして、明日の選挙に立候補することをね、できるだけ隠していると。もうテレビはまさにここにいますからね、このオレンジの既得権益エリアにいますから僕のことは扱わない。これがねもう10年ぐらい前だったらもうどうしようもできなかったんですけども、今このように YouTube があります。真実を皆様に発信することができます。皆さんが僕の言ってることを真実と思うのか、テレビが言ってることが正しい真実と思うのか自由ですけども、少なくても情報を選択できる、選べる時代になりましたから、ぜひ多くの情報に触れていただいてですね、選挙の時には判断をいただきたいと思います。以上です。ぐだぐだ喋りましたが、明日10月10日選挙がスタート、参議院選挙、埼玉での補欠選挙でございます。私は あと5年9ヶ月ある任期を捨てて、あえて3年しか任期のない、参議院選挙に挑戦する、まあ、ちょっと本当に、ね、前代未聞の変わり者ですが頑張っていきたいと思います。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をベッカワー。